こんにちは、チョメです。あのね、動画を見直したんだけど、カルサス城のマークがあったでしょ。あれね、だいぶ前に開けれなかった宝箱のところに買えるやつがあったから、多分そこで使うと思う。いや、恩知らずの虫けらず、歓迎戦。何これ。ドゥールードール、アイテムより回復のソース。あ、よろず山で行かんでよかったわ。武器、勇ましくてかっこいい。武器、手編み、回復量アップ。マジか、ええじゃん、これ。防具、防御力を上げる。あ、これは、アンバーガードは手に入ってるやつか。じゃあ、せっかくだからこの2つ買いたいんだけど、買えるかな？空きは10。せっかくだから買っときますよ。はい、買います。苦しゅうない。じゃあ、話しましょうか。あなたは誰？要は、反物公ルールのカドゥー。趣味は、ペンシウジ、法律順守か。いろいろあるね。アンド、チカロウのお散歩なり。何時ずも、世の、ファンなるものか。これ、ミスったの。なぜ売ってくれる？はっはっは、さするはお金の大群が、世のもとに集うゆえ。金に物言わせて、何時ずを潰すこと、ぶどうのことし。それを発行させれば、わかんねえ。復讐の出来上がること。なんか、この辺飛ばそっかな。なんか、日本語訳にしたらなんかおかしくなっちゃった感じかな。我らが王は、冷酷なり。なりばっかり言ってるな。お前、殺すけか。って言ったらダメか。パッと王様、賢きお方にて、よ、パズル作りの、反物に、こうに。なんかね、読みにくいんだよ。首になっちゃったりとかしたら、ゆえに。下に、はいはい。じゃあ続き、王様の息子について。王が敵男、あの小わっぱは、のみ、ダニはひどいこと言うな。いつも答えにくき質問ばかり、ように問いかけ。よ、サブババ上、よばわりする、します。よと、あの、コロコロとんがり小僧は、親子にある、とんがりが出てきちゃったよ。王様の息子だからしょうがなく。ああ、なるほど。この海外の人って、キテレツ知らないでしょ、でも。やつの MP さんとか無理やり聞かされるのほんと勘弁して、そんなに聞くぐらいなら死神の歌を聞いて死ぬべし。して、あやつは、じゃあ戻ろう。他に要件はないです。牢屋で会おうぞ、虫けらず。まあ、せっかく買ったから装備するか。装備、ここか。これだね。ガッツ上昇。いいね、結構。いいのか悪いのかわかんないけど。これはどれだったっけ？モフ殺上昇？ストールだったっけ買ったの。ストールだよね。あ、ちょっと待って。ウイルスバスターが発生してる。映っちゃったかもしれない、ちょっと。おーい、止まってくれ。停止や。あー、ちょっと待ってくれ。キャプチャーしてんだよ。どうしよう、カットする。いや、まあ、これも実況だ。そのままの状態でやっていくか。なんか悪いものあったらモザイクかけとくか。装備したいよね。じゃあ、スペード。これは何や？自転車が大切そうにベッドに寝かされている。キャプチャーソフト使ってるんですよね、今日。あ、なんか順番とかある？これ。え、ダメになっちゃった。なんか開ける方法とかあんのかな、順番で。もう一回やってみようか。関係ないか。普通のただのやつかな。まあ、なんかあったらまた考えよう。これは？エレベーター、ボスっぽいな。いや、この上がボスやな。これはショートカットかな。最初1回あったからね。エレベーターで移動する？移動しよう。これで開けるんじゃない？このエレベーター。ほら。ここ。乗れるようになった。移動します。やったぜ！ショートカットできるわ。じゃあちょっとセーブして、いよいよボスなのかな？これ。5回だし。よし。じゃあ行きますね。あ。控えよ、虫けらず。なんか出てきた。あ、またパズルか。ボスじゃないか。世が作りし、パズルの数からズルして切り抜け。もう、ラスボスかと思ったよ。しかしバトルでは、きちょんけちょんにされる運命。賊ども、いざ戦え。また出てきたよ、この王冠。このなんか変なのと。え、さっき戦ったのと同じ敵？でも冠がさっきと違ってる。いや、同じだろ。え、ちょっと違うよ。なんか丸みが帯びてるわ。今回は。今回もお辞儀で大丈夫なんかな。今回はもう攻撃しないようにしてるよね、数字も。よーし、どんどんやっていこう。はい。行動。K ラウンド。同じや。数字のアイデア。
え、じゃあこれ聞いてみよう。スージー行動したいんだね。いいよ、君のアイデア教えて。あ、一人お辞儀してるね。あ、口で説明するのは難しいんだが、お前にもちょっと協力してもらう。もちろん喜んで手伝うよ。さっきのこと謝りたいんだよね。いや、お前はそこでじっとしててくれりゃいい。なになに、クイス、こいつの頭から冠を叩き落とすぞ。俺がライセルを投げるから足術としろ。あ、なるほど、狙うって感じか。足ボタンね、必死で Z ボタンを押してた。ほいゆ、こんな感じか。あー、なるほど、そういうことか。直線に飛ぶかと思った。あ、これ無理じゃねえか。初見殺しやった。なるほど、上にやって弧を描くようにやるって感じか。ちょっとこれは初見殺しやったな。食らってる。大丈夫だよね、端っこ。大丈夫じゃねえ。じゃあもう一回チャレンジャー。投げる。今度こそうまくやる。上にやって、ここや！オッケー！冠がかなりぐらついた。うおー、ちょっと攻撃パターンが変わった。まあ、アイテムを買ってるんだ。オッケーオッケー。でも、チェックも見たいんだよね。あ、チェック 55% か。なるほど。お辞儀も見たいけど、まあ今回投げるにしよっか。せっかくだから。はい！でも、お辞儀の方が早いかもしれんな、これ。速さで言うと。はい。うわあ、そっかそっか。この星のやつも食らうんやね。行動、投げる。これで決めたいわ。せっかくだから。あ、やばい、失敗した。はい、カットカット。カットカット。はい、カットカット。何もなかった、何もなかった。何もない、何もない、何もない。やばい、ライセルが死んじゃう。わあ、でも大丈夫。投げるわ。一番上に視線やいけんのだよね、だから。ほい！オッケー。よーし。勝てた。よかった、よかった。さよなら。かわいかった。You win! 6か。少ないな。アナ、見事、あっぱれなり。何時ずらよ。必ずやっつけますと、よは思ってた。さすが勇者。壊れタウンに、何時ずの力量を測らんとする試験であったゆえ、バッド何時ず見事勝利。もはや何時ずの行く手を阻むものなし。今、何時ずの邪魔をする気なんてさらさらなし。邪魔する気満々だったじゃねえか。逃げちゃった。一応セーブして回復しますわ。こうカットしよっか。いや、カットするのめんどくさいから、ちょっと早めに行こう。ここでセーブして、全回復して、行こう。まだ実況始めて7分だから。次こそはラスボスなんか、あ、よかった戻って。さっきまでの凶暴さは消え、優しさの表情を見せている。これからおでけに生きていくだろう。いや、冠次第で変わるよ、冠。あ、あ、ここにあるじゃん、セーブ。戻らんでよかった。初見殺しだった。王座だ、荒っぽい扱いを受けたのか、傷んでいる。お金だね、これが。なるほど。次はいよいよボスやな。ボスはボスでちょっと動画にしたいんだよな。ラスボスのみって。わかるかな？通路走って。あ、ランサー。お、お父さんか？パパ上、ランサー、我が息子よ。私の命じた通り、ライトナーどもを始末してきたか？そう、それなんですけど、実は、もっとうまくいきそうなんです。あいつらとはもう戦わなくてもよくなって、ライトナーたちはパパ上と話がしたいだけだって。では、まだ生きていると。でもパパ上も会ったら絶対気に入ると思うな。スージーって子がいて、すっごく紫色ですっごく強くて。ライトナーどもは今どこにいる？それは、到着しました。うす。お初にお目にかかります。ランサー、我が息子よ。はい。あ、潰されそう。私の忠告を覚えているな。ライトナーには深入りするな。抜かりおって。お前は、あやつらの甘ったるい感情という毒に当てられたのだ。ランサーよ、目を覚ませ、あやつらはお前のことなどうでもよいのだ。我らの、ああ、やべえ、ランサーが覚醒して対戦する感じかな。違う、そんなこと、あ。私に口答えするのか。その手を離せ。はっはっは、手を離せ。いいだろう。あ、今離しちゃダメ。そいつはそこのヘリから、落としてやる。地面に叩きつけられて、脳死だ。それが嫌なら、ひざまずけ。私に立てつこうものならば、夢、考えぬことだ。さあ、どうするライトナーともよ。なんか、
最初と声が変わっちゃったかも自分。スージー相手にしちゃダメだよ。パパはなぎなぎ。ははよく見ておき、ランサー。なぎなぎ。ライトナーなどと親しくなればどうなるか今教えてやろう。普通に実況しちゃった。なんだと？この裏切り者め、どこへ行く？戻れ。たく、さっきから黙って聞いてりゃ。てめえ、何様のつもりだよ。あ、変わっちゃったよ、数字。話し合いで終わらすんじゃなかったの。我が民にとっては、我こそが英雄。だが、貴様らにとっては。あ、悪者だ。なんかちょっと相当と違うな、ラスボス。あ、始まった。では、今回の実況ここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。